シリーズ化してくださいというお声いただいて、はい、その時にいろいろ考えてた時にハッとして、はあ、し ハッとして、詩に、はい、歌をつけたらどうかなと思って、うん、歌もないし、これは金子みすずさんという、はい、きっとこだまでしょうかと、はい、有名な書書かれている方がいていらっしゃって、その方の詩の中にハチと神様今日歌った、ものがありまして、それにちょっとメロディーをつけてみました。はい、はいはい、素敵なメロディーが生まれましたね、まやさん。そうなんです、浮かんできたメロディーを、うん、アカペラで、はい、作って、うん、でもすごいのが、その今の時代ってすごいですよね、 iPhone でそのメロディーをアカペラで撮って、めいちゃんこれどうかなって送ったら、数時間後にめいちゃんから素敵な伴奏が今日ね弾いてくださった。で、その時にものすごく感動して、これは絶対まやめいチャンネルでやるべきだなと思って、はい、今日やらせていただきましたが、なんか私今歌ってて、はい、今の時代なんだっけ、クローンじゃなくて、なんかクローン、クローンじゃなくて、なんでしたっけ、あれ、なんかこう、丸いので飛んでいくやつ、なんでしたっけ、あれ、クローンでしたっけ、ドローンで、ドローンドローンが、はい、なんか最初はそのお花を主人公がこう見て、蜂がいるなみたいな、でも見渡したらお庭が、はい、でなんかお庭のもうちょっと見渡したら、あ、土塀に囲まれてて、って言って、そしたらなんか急にドローンがふわーっていって、なんかこう街が見えて、街の人も見えたり、でこの日本を飛び出して世界に行った時に、なんかこう世界中の人がこう手をつないでる映像みたいなのが見えたり、なんかすごくこの本当に金子みすずさんって、この本当にたった数行しかない言葉の、そこに
そんな深いものを深いものをすごく感じて、うん、かこう宇宙とかそうなんかこうミクロとなんかこう何ていうなんかそういうね原子量子学とかなんかそんなところにもちょっと通じていくのかなと思いますけど、うん、そうですね、はい、そういう小さなものがやっぱりこう、はい、ね世界を作ってたりして、うん、はい、あとね、はい、あのすごいすごいおかしいのがめちゃミツバチマヤの冒険っていう、はい、アニメ知ってます？ああの見たことはないけど一応そう、はい、なんかたまたまなんか調べてたら、はい、あのなんかあなんかミツバチの映像を調べてたんですよ、うん、そしたらミツバチマヤの冒険っていうのが出てきて、はい、マヤだと思って、はいはい、私なんかマヤになってちょっとこう、はい、飛びながら、そう、ね、今日はそうなんですそうね、鉢ってこう黄色と黒のしましま模様があって、そうなんですよ、なんで今日はちょっと三つ巻前屋なんと爪まで、そうなんですよ、ちょっとこう、はい、あのビタミンカラーで太陽のオレンジ色にしてますけれども、はい、なんかこの詩をあのもうたくさん知ってらっしゃる方いると思う、いらっしゃると思うんですけど、もっと小さなお子様とか、なんかそういうあの子たちにも届けられる活動ができたらななんて思って、これからも続けたいです、ね、すごく素敵なメロディーで、はい、はいはい、ぜひ見ましょう。詩から歌うシリーズと、うん、あの歌を詩朗読シリーズも、はい、ぜひ、あとめいちゃんの楽器あれこれも、いろいろとあの私たちのカバー特集とかいろいろあの柱がありますので、はい、あの楽しんでいただきたいなと思います。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ララ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 ラ